つの間にか気づいたんだ。愛に欲しかった違う、それがすでに私のもの。にハマってたな。きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ。きっと隙間を作ってしまう。伝えきれなくて、もう一度、ワンマンライブをすること、追加公演を決定いたしました。まあ、東京で宣伝するのもあれなんですけども、私の地元兵庫県姫路市というところで、もう一度ワンマンライブをさせていただきます。このワンマンライブは感謝の気持ちを込めて無料で、まあ、一応投げ銭ライブにはなるんですが、入場無料で開催させていただくことになりました。もしね、兵庫県に行く機会がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てほしいんですが、まずは、私の
名前と歌を知っていただきたいので、最後オリジナルソングをお届けしようと思います。いつも応援してくださるファンの方たちに向けて作ったラブソングライターという曲をお届けしたいと思います。聴いてください。これが恋だと初めて分かった気がするの。止められないあなたへという、ファンの皆さんにラブソングを書くような気持ちで作りました。ラブソングライター、好きだと叫びたいほど。ありがとうございました。これで終了になります。